にちは、柴田です。今回は5000円以下で買えるオーバードライブを4週ご紹介いたします。最近はね、ギターもエフェクターもね、価格が高騰してきてるんですけれども、お値段をですね、上げずに頑張っているところがございます。どれぐらい上がっているかというと、例えばですね、 TS ミニ、これもね、結構ね、お安く買えるオーバードライブだったはずなんですけれども、今ね、9800円ですよ。あとね、ボスのね、SD-1、これもね、6000円台とかで買えていたのが今、8910円。サウンドハウスでこの価格ですからね。そんな中、お値段ね、5000円以内で頑張っているペダル、4種ご紹介いたします。まずですね、ベリンガーの TO800 ヴィンテージチューブオーバードライブ、4580円です。まあ、ベリンガーはね、誰もが知るエフェクトブランドなんですけれども、まあ、これ中古だったらね、3000円とかでね、手に入れることができるので、もしね、気に入った方があったらね、チェックしていただきたいなと。で、続いてはですね、知ってる人は知っているというところで、認知度はね、結構あるんですけど、使ってる人はあんま見たことがないなっていうのが、このブラックスターの LT ドライブですね。これは Amazon で4980円。これもね、お値段ね、頑張ってますね。かなり長い間ね、このお値段でやってくれてるんじゃないでしょうか。そして格安ペダルといえばドナーですね。ブルースドライブ、3880円。これね、ネーミング的にブルースドライバー、ボスのブルースドライバーと間違えられる感じなんですけれども、どちらかというと、もうどちらかというとっていうか TS です。なのでね、書き込みとかで全然ブルースドライバーじゃないじゃんっていうのがあるんですけど、 TS としてはかなりしっかりしたコピー品になっていると思いますよ。そして最後がですね、レボルのネイビーブルーオーバードライブですね。これが以前調べた時は3745円だったんですけれども、今ですね、お安くなっておりまして、3400円。結構ね、こう値段がね、動いているので、安い時をこう見てチェックして購入するのが良いかと思います。では早速ですね、鳴らしていきましょう。一応ですね、サウンドのベースとして一度ね、 SD-1 をですね、鳴らして、その後に今の4機種鳴らしていきたいと思います。ギターはフェンダージャパンのストラト。では SD-1、これがね、オーソドックスな SD-1 のサウンドです。でまずね、ベリンガーからいきましょう。レベルは若干上げ気味にして、他はフラットで、まあ、SD-1 の方がギザギザしてて、この TS よりで優しさがありますよね。フロント、甘いです。ちょっとバッキング的な、TS を手に入れたいという方はこのコピー品でね、全然十分じゃないかなと思います。まあ、このベリンガーの特徴としてはですね、若干こうコンプっぽさがあるんですよね。まあ、そこをね、ちょっとね、嫌がる人もいるんですけれども、それがね、気にならないようであれば全然ありだと思います。 TO800。 では続いてはね、ブラックスター、これもボリュームだけ上げて、あとはフラットで、地形なんですよ。ただジャンルで言うとブルースドライバー寄りなんで、ただちょっとね、軽い感じがするじゃないですか。トーンをね、少し下げてゲインを上げると、
比べるとね、かなりね攻撃的なサウンド。ただ原因もね深いとこまで行ってくれるんで、トーンを下げると、フラットだとジャリジャリなんですけれども、本当トーンの使い方次第ではですね、割とズンズンなところまでいけるので、これはこれでねありかと思います。ジャリッとしたサウンドが好きな人はさっきのベリンガーよりは全然こっちの方を選んだ方がいいかなと。では続いてはドナー、ドナーですね。シャープな感じでも優しい気ですよ。でこれね切り替えスイッチがあるんで、ホットという風に変えますと、一気に音圧が、別物と言っていいぐらい変わります。まあ、こっちを軸に音作っていってもいいかもしれないですね。スイッチを巧みに使うと結構ね幅広いサウンドが作れるんじゃないかなと。まあ、幅は広いんでどっかでハマる音はね作れるんじゃないかなっていう風な感じはします。続いてはレボルのネイビーブルーオーバードライブですね。個人的にはこれが一番バランスいいかなっていう風に感じ、なんか自然な感じしますよね。もっとミッドが欲しいっていう人にはさっきのドナーみたいな、でもジャリッとした部分とミッドの部分のバランス感的にはこれが一番ね長けてるような感じがしますよね。でドライブちょっと上げてみます。これぐらいの距離感はっきり出てくれた方が個人的には好きなんで、これセンターですけど、まあ、これが一番いいんじゃないかなと思いますね。これもスイッチがあってブーストがあるのでブーストをします。ブーストされてる感じなので、まあこれはこれで、というふうな感じでいかがでしたでしょうか。まあ個人的にはねこのレボルのネイビーブルーオーバードライブですかね。まあネーミング的にブルースドライバー寄りなのかもしれないんですけれども、寄りすぎてない、なんかそんな感じがしますね。まあこれが3000円台で買えるんですからね、ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。